海鮮ちゃんぽん、赤牛ステーキ丼、抹茶白玉パフェ、湧き水を使ったコーヒー、はちみつソフトクリーム、おいしいものをいっぱい食べてきました。これからヒルトン長崎に帰って2回目のカクテルタイムを楽しみたいと思います。それではご覧ください。手のひらで車に合図。すごいね。ここ渡れたらあっという間にすぐ行けるのにね。本当にね、まっすぐやのにね。ほらぐるーって回らなくて。そうだよ、もうこの歩道が出来上がってんのね。ぐーっと回ってね。だからこう、歩道とか道路やから、できたらこう思う。すぐやね。残念。今度来た時にはできてるんじゃない。いつ？これちょっとかかるよね、まだ。まだね。不発やな。不発ぐらいにはもう回収してると思う。ね。すごい前だもんね。これみたいな、なんかすごい狭い、ちっちゃいホテルかな。ねえ、めっちゃ広いもんね。すごい、いつもすぐ出てきてくれる。ここいいよね。朝の朝食のあの記憶が今、ね、一瞬でも大きいだ、ね、もう素敵やったね。最高。いいね。素晴らしい、いいホテルです。結局お部屋の清掃ってさ、時間設定してた、してない、してない、左よ、右よ。6時半から19時。美味しかった、めっちゃ美味しかった。調子か。おかえりなさいよ。ちょっとパスタが変わっただけ。これ美味しいよね。
帰ってきました。綺麗にしていただいてありがとうございます。お水置いてくださってる、ありがとう。まあほら見て、カフェインレスコーヒーとスペシャルブレンドとこんなにもいっぱい飲むものございます。何度でも飲んでください。箱に入った、違うよ、だからあのチャッチー箱じゃなくてこんなちゃんとしたセット。でもコスト的には袋の方が安いんじゃん。降りたことない。うん、ちょっと早めにじゃあ始めた。一時一分。ね、ちょっと早めに入れはったんやね。日中日は多いんじゃない。うん、でもその11回の風呂で結構宿泊してる人です。人としか少ないかもしれない。そうなんで部屋全然空いてないじゃない。シールが破れた。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録やいいね、コメント、応援よろしくお願いいたします。また次の動画もお楽しみに。